彼氏はいますか？すいません。はい、はい、固定者のメリット、デメリットを教えてほしいです。固定者のメリットはやっぱ安定性があって歪みが少ない。道路上漕ぐ時の一漕ぎ一漕ぎとかもすごいいいっていうか伝わる、ちゃんと自分の力が伝わる。デメリットっていうのはまあ畳むことができないから、例えば通路に置かなきゃいけない、自分は他の椅子に乗り移って通路に置かなきゃいけないっていう時は邪魔になるよね、畳めないし、うん、あと車に入れるの大変とかね、うん、どのくらいのペースでリハビリしてますか？今は週2回です、うん、車椅子ユーザーにおすすめの製品などあれば教えてほしいです。うん、でも他の動画でも言ってるんだけど、アンダーバッグ、ちょっとここら辺に出しておこうかな、アンダーバッグね、アンダーバッグは本当におすすめなんだけど、そうじゃなくてもね、そのメルローズさんから出してるアンダーバッグじゃなくても、こういうのも一番初め方のこれなの、うん、なんかどっかの手作りサイトみたいなところで買ったこれを普通に車椅子の下につけてたんだけど、裁縫得意な人とかはさ、多分簡単に作れるんだよね。カバン、バッグのやつつけて、ここに紐つけて、こうパイプ下に通してこうぶら下げるだけだから、足元にね、うんうん、でも本当にこっちの方が手軽な荷物も入るし、尿バッグ、そのカテーテルつないでおしっこ溜めますみたいなやつをここに隠せるから、後ろに結構みんなぶら下げてたりするんだけど、ここに隠せるからおすすめだし、あと石鹸だよね、やっぱ石鹸、石鹸石鹸、これも言ってるけど、うん、フィルム石鹸、多目的トイレって石鹸ないところめちゃくちゃ多いから、排泄障害か、排泄障害の人には石鹸はおすすめです。コロナで外出自粛ムードですが、解禁されたらまず何をしたいですか？旅行に行きたい、あったかいとこがいいね、あったかいとこ。地元に住んでると訛りが出たりしないですか？山形にで10年半未だに山形に戻るとこっち出ます。あの山形弁ってさ、よく言われるのってみんなが思うのズーズー弁じゃん、うん、なんだがなんだがずみたいな、うん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 、あれは強いと思うな、確かに、うんうん、でもこっちのさ、うちらの方ってそんなに訛ってないんだよね、もともと。ああでもイントネーション、そうだね、でも訛ってってめっちゃ言われるの動画で訛ってほしいって言われるけど、うん、なんかある、だってなんかその単語、そのなんか動作の単語だよね、だからスコラモコラットとかさ、うん、なんかケモケモするとかさ、うんうん、かき混ぜてっていうのをケモケモしてっていうのがあるから、それはでも普通に出るし、ヤバチも抜けないから、ヤバチって反射だもんね。そう、反射、ヤバチはなんか濡れて気持ち悪い状態、うん、だから例えばあのドアノブが濡れてた時とかは、うん、ヤバチってなるし、うんうん、動画では私って言ってるけど、老いだから、うん、老いっていうね、そう、自分ぐらいしか言わないけどね、自分のこと私老いって本当は言うんだけど、まあ、そんなところかな、ね、まあ、でも治るよ、全然治る、うん、失礼な質問ですみません、車椅子生活で得したことはありますか？ USJ に行った時に思ったのが、アトラクションを乗る時に階段のアトラクションあるじゃん、でも階段が登れないからエレベーターを使って行くルートがあって、それは結構特別というか、多分そういう人たちしか行けないルートで、裏側、 USJ の裏側とかさ、バックヤードツアーみたいな、ね、そう、本当スタッフさんが通るところとか、本当に USJ の会社の方に行くみたいな感じとかがあるから、うん、えみたいな、これは得したなっていうのがあるね、うん、いつも見てます、好きなコスメブランドは？メイクの動画を見てみたいです、はい、好きなコスメブランドなんてない、あ、そう、本当にメイクに興味がないから、何、なんか巷で流行ってるレブロンとかさ、わかんない、もう読み方もわかんない、昔からずっとケイトだったからあれだけど、茶色いやつが好きなんだよね基本、うん、アイシャドウ全部茶色だから、うんうんうん、茶色いのが強いところしかやってない。メイク動画か、全然うまくもないからやる意味あるのかな、ちょっと考えます、はい、ありがとうございます。服はどこで買ってますか？コーディネート見たいです。イエーイ服はユニクロか GU はあんまり使わないかもな。 H&M、 前フォーエバーがあった時はフォーエバー使ってたけど、うん、あとでも基本全部ね、ネット、ハニーズとかもたまに行くけど、
田舎だからアベイルとかさ、あ、うん、あと友達のアパレルがあるからそこから買ってみたりとかです。お母様は眞子さんの活動をどう思われていますか？聞いたことはないけど、嫌とかダメとかも言ってないし、もう YouTube も見てるし、まあ、ただいつまでもほら安定してるわけじゃないから、市役所とかに勤めた方がいいんじゃないみたいな雰囲気のことは言うけどね、うん、まあでもそう、全然反対とかなんかそういうのはない。基本自由な家だから、うん、今北海道でやっている再生医療どう思いますか？あー、なんか札幌のやつは本当に私が知ってる人たちも結構やってて、ただ対象の枠っていうのがすごいやっぱ厳しくて、状態とかあと時期とかっていうのがあるんで、なかなかあれだし、ただ効果がある人はすごい効果があるのを本当に間近で見てて、めちゃくちゃ変わったねみたいな感じとかがあるから、期待できるものではあるけど、なかなかの費用もかかるんだよね本当に。もし治験が終わってやるってなったら、正直損害賠償とかある人たちとかしかできないのかなとか思っちゃうくらいの値段。疲れた時歩かなくていいなと車椅子の方を見て娘が言いました、うん、親として返事の正解に困りました。あ、それね、なんか他にもあったんだよね。電車に乗っててなんか満員電車のところでもさ、お前らはずっと座ってていいなみたいなことを言われた人もいるんだけど、でもずっと同じ体勢で座ってるのってさ、きつくない？映画館行った時もさ、映画見ながらずっと同じ体勢でさ見るってつらいじゃん。立ちたくなるし、もぞもぞしたくなるし、だからそれと一緒で座ってることが楽なわけじゃないし、その分腕でめっちゃだからタイヤをこがなきゃいけないから腕が超疲れる。まあだからなんて言っていいかって言ったら、そんな楽じゃないんだよって、腕も疲れるし、子供がね、何々ちゃんだったら分かんないけど、何々がずっとじゃあ一日中そこのソファに座っててって言ったら疲れるでしょみたいな感じで、何歳か分かんないからね、あれだけど、でも正直にちゃんと言ってあげた方がそういうのはね絶対いいと思う。なんか隠さないっていうか、オブラートに包まずにさ、だからそういうところだと思うんだよね。ちゃんと言っていくことで子供が理解してってくれたら、その子が大きくなったら理解ある子になってくれるんじゃないかなって思ってます、はい、医療関係で働いています。どんなに辛い局面に遭遇しても、うん、最高の笑顔でいられる理由は？そう、でも結構それ聞かれるんだよね、やっぱりなんでそんなに明るいのとかさ、でもその時その時は一瞬で終わっちゃうわけであって、その時間、もう戻ってこない時間をくよくよして過ごすのか、ニコニコして過ごすのかっていう選択で考えたらさ、ニコニコしてた方が絶対楽しいわけじゃん。まあ失敗することもあるし落ち込むこともあるけど、基本的には自分のその過ごしてる時間をいかに私はハッピーで過ごすかっていうので戦ってるから、悩むしくよくよすることもあるけど、まあ、それはその日で終わるみたいな感じ。その日起きた出来事はその日でもう終わって切り替えて、じゃあどうしたらそうならないかとかっていう風な感じにシフトしてって、次の日からは楽しく過ごすかな。車椅子は何個持っていますか？1台だけです、はい。眞子さんが毎日生活している中でしんどいなと感じたことはありませんか？具合悪くなった時とか、動けない、動きたくないっていうのがある。その車椅子に移動するだけでもだるいとか、そういうのがあるから、そういう部分が大変かなと。酒飲んだ時とかも大変、車椅子こぐのめんどくさい。だから坂、スロープ登るとかも、玄関のスロープ帰ってくるだけでもなんかすごい徹底して、想像するだけでもちょっとやる。私はこのスロープを上がって家に帰れんのかなって思う時とかがあるから、そういう時はなんか しんどいっていうかね、なんかもうここで寝ちゃおうかなとか思う時ある、やめてくださいです。はい。車椅子排泄障害のある娘に親としてできることは？親としてできること、まあ、その子が何歳なのかわかんないけど、でも要はコミュニティをやっぱ作ってあげることが大切だから、まあ私みたいな感じでさ、こう全然こんな風に生きてる人がいるんだよみたいなことを教えてあげることでプラスになるんじゃないかなって思います。私も海外でめっちゃイケイケで過ごしてる車椅子ユーザーさんとかを見て、こうなろう、こうなりたいって思ってるから、まあ、そういうなんか目標とかさ、
輝いてる人を教えてあげるのがいいかなです。はい、重い荷物はどうやって一人で運んでいますか？運べないので運びません。重い荷物を持つ機会をもう作ってないから、例えば東京に行くってなったら、もう荷物は行きは親にお願いして宅急便で送ってきてもらうか、あの家に取りに来てもらうかで、もうホテルに送って、もう帰りも普通にホテルから家に送るだけだから基本的に持たないし、なんか買い物したい時とかは基本ネットだから、そういう重たいものとかは全部家に届きます、うん、そう持てないからねです。はい、はい、何か贈り物をしたい時はどこかに送れますか？一応そういう住所も作ってるから、もしあれだったらあの DM ください。教えます。ありがとうございます。ここぞって時に聞く勝負曲は何ですか？よし、やるぞっていう時に聞く、なんか洋楽聞くかも、やっぱり。ただ曲名は分かんない。パーティーピーポーみたいな。テンション上がるよ。そうそうそう、うん、聞きます。でもワニマとかもいいよね、やっぱ。ハンターかっこいいですね。これはやばいと思った経験ありましたか？狩猟を取ってから猟に行くあれが少なくて、回数はないんだけど、初めてあのクマさんと遭遇した時にすごい斜め横に現れてきたの、急に、うん、怖っ。後ろ向きになってバーンって一緒にいてたおじいちゃんが撃って、おじいちゃん外して、クマがバーンってこっち方面に来て、で後ろの方バーバーって登ってた時がウォホホホホってなったけど そんな感じかな、うん。いつも拝見させていただいております、はい、私も去年の8月手術後に身体障害者になったのですが、うん、まだ受け入れられません、うん、まこさんはどうやって乗り越えられたのでしょうか？そもそもショックをそんなに感じてないというか、ああなったなくらいのテンションで言ってたから、基本的にはすっと受け入れられてて、でそのベースにあるのはやっぱり一日一日をハッピーで過ごしたいっていうのがもともとあったから、治らないって言われてる怪我だから、治らないことにいちいち悩んでても仕方ないと。だから今ある状態で何が楽しいことできるかなっていう風に切り替えた。だってもうその方もそうだし、私もそうだし、もっともっと他にさ身体障害者の人はたくさんいるわけで、普通に生きてるわけで、だからできないことなんてないわけじゃん、考えればね。だからそういう感じでシフトしてって、だからそれこそ海外の人のワーワーやってる人たちのインスタ見て、うん、すごいな海外の車椅子ユーザーさんとかっていうので、うん、こうなれるんだったら私もここを目指そうみたいな感じで、うん、それでしかなかったね。だから退院したらあれしたいこれしたいとかさ、そういう感じに考えてたら別になんてことないのかなっていう思いでした。多数応援のメッセージが、 ありがとうございます、はい、以上です。すごいね、いっぱいあったね。まあ、でも楽しかった。たまにこういうのも楽しかったです、はい、新しい発見が、そうだね、自分の中でもありました。あ、でもあこういうことにみんな気になってるんだなって思うことはあるから、まあ、定期的にまたやりたいね。じゃあ終わりますか？はい、では今日はこんな感じで質問コーナーでした。じゃあ、この動画がいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました